ギルバート・アリーナス、ギルバート・ J ・アリーナス・ジュニア、ギルバート・ J ・アレナス、ジュニア、1982年1月6日体は、アメリカ合衆国、フロリダ州タンパ生まれ、カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元バスケットボール選手。ポジションは、ポイントガード。入団時から2009から10シーズンまで、背番号0を着用していた。これは、学生時代に、お前の出場時間は0だと言われた、悔しさを忘れないためのもの。アリゾナ大学時代は、シューティングガードとしてプレーしていた。お前の出場時間は0だという有名なエピソードがあるが、1年目から34試合中31試合に、先発で抜擢され、15.4 得点 2.1、スティールの成績を残し、NCAA トーナメントでは、チーム杯の平均 18.5 得点を挙げた。2年目には、スコアリングリーダーとして、チームを NCAA トーナメント決勝にまで導いたが、デューク大学に敗退し、優勝はならなかった。3年生には進級せず、2001年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。大学時代のチームメイトには、リチャード・ジェファーソンがおり、今もお互いをライバル視している。アリゾナ大学を NCAA トーナメント準優勝に導いた率、役者であったにもかかわらず、アリナスはゴールデンステート・ウォリアーズから2巡目全体31位という低い指名を受けた。これは、アリナスが NBA のシューティングガードとしてはサイズが足りず、ポイントガードとしての技術は、不足していると考えられたからであった。周囲からの期待が低かったアリーナスのルーキーシーズン序盤はベンチを温める日々が続いた。しかし、シーズン中盤に先発ガードのラリー・ヒューズが故障したのを機会に先発に抜擢されるとすさま高い得点能力を発揮し、2桁得点の試合を連発する。その後ヒューズが復帰しても先発の座を守り続け、10.9 得点 3.7、アシスト 1.5 スティールの成績を残した。ドラフト指名時の評価を覆しつつあったアリーナスは、翌02から03シーズンには 18.3 得点 6.3 アシストと大きく成績を伸ばし、MIP、最も成長した選手に与えられる賞を獲得し、ルーキーチャレンジでは MVP に選ばれた。オフにフリーエージェントとなったアリーナスは、ワシントン・ウィザーズと6年6370万ドルで、契した。ウィザーズでの1年目となった03から04シーズンは、故障に悩まされ、55試合の出場に止まりや、期待外れに終わった。しかし、翌04から05シーズンは NBA 入り以来、アリナスにとって2度目の飛躍のシーズンとなり、これまでのキャリア平均を大幅に上回る 25.5 得点 5.1 アシストの成績を残し、リーグでも屈指の得点能力を誇るポイントガードとしての地位を確立する。このシーズンは、ウォリアーズ時代のチームメイトでもあった、ヒューズも大きく飛躍を果たした年であり、アリーナスとヒューズの強力なバックコートコンビに支えられ、ウィザーズは7シーズンにぶり、プレーオフ進出を果たした。翌2005から06シーズンにはさらに成績を伸ばし、リーグ4位となる 29.3 得点を記録、オール NBA サードチームに選出され、オールスターには怪我のジャーメイン・オニールの代役として初出場した。3ポイントシュートコンテストにも欠場した、フェニックス・サンズのラジャベルの代役で出場した。プレーオフの1回戦では、レブロン・ジェームズ率いるクリーブランド・キャバリアーズと対戦。2勝4敗でチームは敗退したが、アリーナスは平均34点を記録。シーズン最後のゲームとなった第6戦のオーバータイム、延長戦の終盤、アリーナスはフリースローを打つチャンスを得た。この時、レブロンに君がこのフリースローを両方外したらゲームは終わりだと耳元で囁かれ、実際に2本外してしまう。シーズン終了後、バスケットボール世界選手権アメリカ、代表チーム補としてキャンプに参加したが、代表の12人には残れなかった。2006から07シーズン12月17日のロサンゼルスレイカーズ戦で挙げたキャリアハイとなる60得点を筆頭に9試合で40得点以上を記録、決勝ブザービーターを乱発するなど派手なシーズンを過ご NBA オールスターゲームには初めてファン投票により選出された。また、世界選手権の代表漏れに対して不満を持っていたアリナスは、シーズン前には代表アシスタントコートがそれぞれヘッドコーチを務めるフェニックス・サンズとポートランドトレイルブレイザーズに対する復讐を公言。12月22日のサンズ戦では、公約通り54得点を挙げて勝利するが、トレイルブレイザーズとの2度の対戦では20点以下に抑えられ、連敗している。チームはアリーナスの活躍もあり、一時はカンファレンスの首位争いにも参加していたが、シーズン終盤の4月4日、試合中に左膝の外側半月断裂という大怪我を負い、戦線から離脱。アリーナスの欠場以降、チーム成績は急降下した。2007から08シーズンには、怪我から復帰するも調子が上がらず、シーズン中に膝にメスを入れることを決意。シーズンの大半を欠場してしまうも、プレーオフ直前には復帰。しかし、プレー内容は完全復活とは程遠い状態にあり、プレーオフの出場も4試合のみに止まった。2008年7月、ウィザーズと6年1億1100万ドルの契約を結んだ。2008から09シーズンも故障により、シーズンをほぼ全休した。2009から10シーズンでは、怪我から復活し、エースとしての役割を取り戻していた。しかし、拳銃をロッカールームに持ち込んだことが問題となり、2010年1月に NBA からシーズン終了までの出場停止処分を課された。その後2010年3月、30日間の更生施設入りの判決を受けた。2010年12月18日、3チーム、ワシントン・ウィザーズのほか、オーランド・マジック、フェニックス・サンズが絡むトレードにより、ラシャード・ルイスとの1対1の交換により、オーランド・マジックへ移籍したが十分な結果を残せず、2011年12月アムネスティ条項により、解雇された。2012年3月20日、メンフィス・グリズリーズと契約を結んだ。その後は中国でプレーし、現在は引退状態となっている。ポイントガードでありながら、ゲームメイクよりも自ら得点することでチームを牽引する NBA 屈指の点取りや、毎試合大量得点を叩き出すオールスター選手。劇的な決勝ブザービーターを何度も生み、NBA でもトップクラスの評価を受けた時期もあった。3ポイントシュートとペイントエリアへの素早いペネトレートの組み合わせは相手チームに脅威と混乱をもたらす。ギルバート・ロジーとはコート内外でのギルバート・アリーナスの奇妙な行動のことを指す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。